1週間のご無沙汰でございました。玉大きい広志でございます。誰やねん。あ、俺の好きなやつや。申し訳ない。ハイブリッドドーン。ありがとうございます。やるんですね。やるんだよ。今日はね、ちょっと大御所特集ですよ。大御所特集。大御所特集。もうあれね、あれ最近ほらだんだん飽きられようけん、なんかちょっと特集化してきたね。特集化して、いきますよ。まあ、そういう工夫が見られる。第1問、大御所すぎてわからんちやつやね。わかるでしょ。わかんない。ひとりさやべ、そっちもわかんない。マジかわかんない。な聞いたことあるけどタイトルなんか出てこねえよ。全くわからん。人は誰です。大御所さん誰ですか。最初サボちゃんじゃないですか。サボちゃんの曲じゃないですか。祭りしか知らないもんな。うん、一番予作しかわかんない。予作しか、なんか家にゴーバックホームみたいな歌ですよ。そして帰れ、そして次は帰れ、お家に帰ろうみたいな。もう帰れ。じゃあ答えは皆さん、あの不正解です。ブッブーブー、はい、これは、うん、帰ろ悲しい酒です。なんだそのポカンカゲ。帰ろうかな悲しい酒。悲しい酒聞いてる人も多分盛り上がってないやろね。どっちも全くかすりもしなかったね。どっちもどんずべりじゃないですかこれ。4人ともかすりもしなかったね。じゃあ第2問。あ、はい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 、分かった。分かった。うん。なんだ。で次がですね。こんにちは、こんにちは、西の国から。タイトルはなんだ。はい。はい。分かった。すごい。ひとびどうぞ。氷の世界の国からこんにちは。はい。おお、素晴らしい。井上陽水やね。井上陽水さんの氷の世界と南春雄の。今度ほら2025年に大阪万博やるって言ってじゃないですか。アレンジとかけてね、やってみようかな。大御所でしょ。大御所、なるほど、ね、大御所特集終わりました。無事今日、あ、すごいですよ。キトピーも3ポイントですもん。ありがとうございます。ポイント制だった。ちゃんと溜まってるんだポイントが。今それぞれ何ポイントかよ。早く言ってよ。もっと真剣に取り組んだの。奇跡も多かったけどな。年間なんか商品、商品は待っとるとかな。商品は商品なんか出さなかな。エキセントリック中川、発車します。出発進行。木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快な金の仲間と一緒に西畑のクローバーより中市レディオシンジケートに30分間、ひな祭りを飾ったことがないあなたにお送りいたします。ではご挨拶を。あ、ひな祭りね。そんな時期なんだ。もう3月、今まだ僕らあの、ね、カーリングの決勝見ながら収録してます。まだカーリングの決勝やってるんだ。先週もやってたけどな。ちょっと今劣勢ですけどね。劣勢ですか。頑張れ。なんかあれね、ひな、ま、あれ直すのが遅かったらなんか嫁行くのが遅くなるみたいなやつよね。うち何度も直すの遅くなってるから娘大丈夫かな。そうそう、いや、うちもね、だけ遅くなるけんもう最初から出さないんで。うちも全くその通り。で、ね、今回ね、あのなんか何もうちっちゃいのちっちゃいの売ってるやん。あ、すぐ片付けられる。そう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 、もうそれをもうポンって置いてる妙さんでーす。はい、皆さんこんにちは。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 カーリングどうですか。あ、カーリングね、ちょっと今まだリードされてます ね、 ですね、はい、もう3月4日という、あ、3月3日という程度。もうオリンピックもずいぶん前に終わってしまいました。ずいぶん前になって3月4日って言っちゃって、3月4日私結婚記念日なんで3月4日って言っちゃった。 おめでとうございます。ありがとうございます。3月3日ですよ、これ。前の日ですね、3月3日、ゾロ目の誕生日。あの、私これね、調べてたらね、誰だと思ったんだけど、言ってごらん。兵庫県のね、尼崎ってあるじゃないですか。尼崎のね、ダウンタウン、ゆるキャラの
あの このこれあなんか見たことある見たことあるね。ああ見たことある。あハゲのおじちゃん、あのね、あのカトちゃんってみたいな、尼崎のキャラクターなんだ。全然見たことある、ね、ラジオの方はちょっと見れないけど、有名やん、有名、なんか見たことある、うん、ちっちゃいおっさんっていうんだって。ちっちゃいおっさん、ちっちゃいおじいちゃん、ちっちゃいおじいちゃん、そこおるの、ちっちゃいおじいちゃん。すみません、64歳か5歳の設定で誕生日が3月3日なんだって。ちょちょ、伊藤ちゃん、はじ初めて設定できたね。あまりいい人がいなかったんです。そんな伊藤ちゃんです。ですね、私 あのもうちょっと亡くなった祖母なんですけど、はいはい、あの3月3日がお誕生日だったんですよ。お誕生日設定リアルに明明治生まれの女性でした。それがね、でっかいばあちゃんだった。でっかいばあちゃん、明治生まれなんですけど、あの当時やっぱ身長がちょっと高くて、その頃結婚年齢が大体15、6とかで結婚するっていうのが適齢期だった頃に、20歳超えても結婚できなかったんですよね。それがすごく田舎町で、はいはいはい、当時で多分160ぐらいあったんですよ。で、大女大女って言われてて、でちょっと婚期を逃してたっていう話を子供の頃聞いてる。そんな3月3日生まれのおばあちゃんの名前はキクでした。キクさん、キクさん。なぜかモモさんではなくて、秋の花のキクだったので。あ、なるほどなるほど。一回あの本人に聞いたんですけど、本人気づいてなかったみたいで、なんか不思議、本人もなんでだろうって不思議がっておりました。キクさんってでも昔は多かったんじゃないの、ね、なんかね、よく聞くよ。カタカナとかひらがなでね、カタカナで2文字の人結構ひらがな2文字っていうのが結構ね、うんうんうん、多かったみたいでした。あつみんです。イエス。あ、僕か。じゃじゃーん、出た。これあのちょっとこれ写真撮っとかんないか。それ気になってた。それ気になってた。これキャプテンメガネ。すげえこれ。ちょっとあの映像ないんで、皆さん、それ左目も見えよんすよ。全然見えない。意外と見えるんですよ、意外と見えるんですよ、これあの鹿児島霧島にね、なんかレーザーカッター加工やってる会社の専門知り合いがいて、なんかこういう、見える、そうそう、データで送れば作ってくれるんですよ。へえ、ほんのり見える。そう、面白いね。これメガネが商品化されてる。いや、商品化っていうか、すごい、お店に置いてってその撮ってつけて写真を撮。ああ、インスタ用にやってみようかな。ああ、いいじゃないですか。作ってほしい。あれ近くでこう引きの絵だと何してるか分からない。ドアップじゃないと分からない。あ、それいいね。これあのインスタとかフェイスブックに上げてるんで、ぜひ皆さん見てください。ちょっと写真、じゃあエクセンバージョン作ってくださいよ。エクセンのだからロゴマークがあればできる。あ、そうやね。あの、そんな高くないんですよ、実は。あとちょっと色付きやってみようかな。そう、エクセン作りましょう。これ作りましょう。わかりました。イエイ。ね、やっぱりあれですよ、3月3日はね、縁がないですよ、私全然。あ、もうカーリングの話でいいっすよ。どっかのさ、あの神社だかお寺だかにさ、あのひな人形いっぱい集めてさ、平和用みたいにドーンってあるとこあるじゃん。あ、人形供養の、供養、例えばあの5月5日だったら、鯉のぼりいっぱい集めて変わんなくて、こうやってとかってみんな集めるよね。集めます。はい、丸さんでーす。何が言いたかった、何が言いたかった。何もないです。しかしですよ、しかしですよ、しかしですよ、あの竹下のビもう次行っていいっすよ。もう嘘はやめてきて、嘘はもう次行っていいっすよ。じゃあ今日はこの5人でお送りいたします。エキセントリック中川。誰よ、誰よ、丸さん。沈黙はね、放送事故。進めてよ、丸さん。放送事故やな、あの。今日は駅ここでございます。ご紹介ください。ここ喜んで、喜んで、エキセントリックここ。パンパパーン、パンパン、これこっち、あれないよ。パーパパラララーン、出ちゃった。日本1点返して、1点返してまだ負けてます。よしよし、はいはい、なんか気になっちゃってもどうしようもない。あ、なんか前回からちょっと噂してたやつ、ああ S さん、S さんのコーナーですか。はい、あ、じゃあそろそろ僕帰る時間、帰る時間ですね。ちょっと今日もすいません。それが合図となって。エコ入れてよ。S さん、S さんは別にあのわざと帰ってるわけじゃなくて、今日ちょっと予定があって先に失礼いたします。S さんコーナー。
じゃあキツーピーここでドローンします。キツーピーさよなら。で、お便りが来てなんか便り話しると過去最高的な、いや、いや、もう分かんないです、長すぎて長すぎて。まあサクッとシュルッと、あれこれだっけ、あれ、あ、違う、あ、ちょっと待ってメールが、これです、はい、はいはい、はい、じゃあ行きますね。じゃあ皆さんちょっと休憩タイムに入りましょうか、はい、ちょっと喉乾いたんでお茶飲もう、呼んどってください。時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る。歌える歌やぎいいけど全然知らん歌送ってきたらね。これはある歌の一節なのですが、前回152回の放送を聞いた直後の私の心境にあまりにも似ていたので載せてみました。おやおや、自己反省は終盤にしたためております。仕切り直して心のアクセルフルスロットル、駅船の皆様お元気ですか。はい、ありがとう、はい、初めてお便りします。あ、間違えた。いつも楽しく拝聴しております。それにしてもいつ聞いてもオープニングのハイブリッドイントロは面白い、楽しいですね。いや、今日のやつ面白くないね。何のごますりこれ。前回の第152回放送の G 戦場のメリークリスマスアリアは爆発的にハマりました。前回151回放送のルパンさんセイイエスのテーマ面白かったです。その前の冒頭のトークのもっともっとフジモットは後から思い出した時にもっともっとタケモットっぽくってちょっとラーメンを吹き出しそうになっちゃいました。あ、申し遅れました、私ラジオネーム南畑正則です、通称ムツゴロウ、あ、カワセミさんです。決してムツゴロウさんと錦鯉の長谷川をハイブリッドしたわけではありません、たまたまです。なるほど、ね、あ、まあいいや、ということで、なんかちょいちょいなんかで、ね、下ネタ挟んでこようとされてる、まあ、たまたまね、ちょっとセクハラなんで、セクハラなんでちょっとその辺、うん、お願いします。わかったっす。皆様よろしくお願いします、はい、原点回帰ということで、あ、ツルピカゴロゴロゴロ、 うわー吸い込まれる、ここはあれは今から30数年前のことじゃった、それは忘れもしない。日本昔話入った。1989年、桜舞い散る中に、歌いません、歌っちゃったよ。もう読んでる人以外はもう代わりに見ようもん。辛い、それ辛い。聞いて。お疲れさんです。お疲れっす。お気をつけて。4月頃超寒かったとです。あ、間違えた、ちょうど消費税 3% が導入されたばかりの頃の話です。当時の私は受験戦争に敗北して滑り止めにギリギリ引っかかり、なんとか高校に行けそうなけど、工業系に敗北して商業系に引っかかり、明るい学園生活は待っているのかって思っていた頃の出来事です。今思えば運命的に商業と私、ここから始まっていたのですね。なんのこっちゃってことで、4月のある日、友人 A、B と私と3人で筑後川に夜釣りに、お魚です、人ではありません、行った時のエピソードです。デロリアン、いえいえ、あの時はちょんまげ1号でした。何が、あ、自転車です。コキコキして、その日少し薄暗くなった頭、あ、間違えた、夕暮れ時に。私が間違えてるんじゃないんですよ。夕暮れ時に目的地に到着、バタバタしてみんなで一緒にテントを立てて、釣り竿を立てて、あ、不思だらなことじゃないですよってこうやってね挟んでくるんです、ね、挟んでくるね、はい、うん、よかよか。もうどこ読んでたか分かんなくて、釣りの準備をして、数時間後、何も釣れんねん、
腹減ったでじゃんけんして買い出し。私は居残り組でしたが、 4,50 分後友人 A が戻ってきて一言、お金が足りんかった場合な、なんですと。のり弁当代ちゃんと当時300円渡したのに、よくよく聞くと消費税がどうのこうのと、あの時の私には理解不能でした。結局友人 A から足りない分を出してもらい解決していたのですが、心の中で消費税聞いてないよ知らないよと思いながら、さあ今から夜ご飯食べるぞと思ったら周りはすでに真っ暗。友人 A がごそごそと荷物からキャンプ用のガスランプを取り出して、真っ暗な中準備していると、あまりにも暗くてやりにくそうだったので、自分も何かの役に立つだろうと準備して持っていたマッチで照らしてあげようとして、友人 A の顔の近くで火をつけた瞬間、ボン、なぜかガスが漏れ出してたみたいで軽いガス爆発。うわ熱っ熱っ、友人 A の悲鳴。一瞬火が友人 A の頭を包み込んで、自分は軽く足元に爆風食らって、キャッキャッキャイーン、慌てて別の友人 B が持っていた懐中電灯で友人 A の顔を照らしたら大爆笑。友人 A の前髪の毛、まつげ、眉毛焼けて縮れて、しかも超焦げ臭い。友人 A は太陽拳食らって目がチカチカするって言ってるし、友人 A には申し訳ないんですけど涙が出るぐらい超大爆笑でした。この時代にスマホがあったら写メ撮ってたのに残念です。この面白さ皆様に伝わるといいのですが、ドリフのコントで爆発して髪はアフロ顔は真っ黒的な感じを縮小した感じです。前髪と目の周りがちょこっと黒くなっていました。シャネルズかよ。当時風ツッコミでもちろん手には白い軍手してたので今でも時々思い出しては爆笑しています。その後友人 A はしばらくの間前髪切って眉毛剃ってだいぶやばい顔になっていました。その時こっそりつけたあだ名がフランケン人、体格が良かったもので、その友達も結婚早かったので今じゃすっかりおじいちゃん、お孫さんがいるみたいで40代でな、波平数十年後まさか消費税がこんなに上がるとは思わなかったです。火の用心、良い子は絶対真似しないでね。大子はちなみにお笑い芸人のスギちゃん見てると、昔の光源氏の衣装を着たちょっとぽっちゃりのタイのキックボクサー風に見えるのは私だけでしょうか。もう一丁こんな人お坊ちゃまくんに出てたような、お後がよろしいようで、それではまたお便りします。駅船様研究のまだ続いてるんですけど、この辺切りがいい全然あるやんまだだいぶ全然あるやん。それで半分ぐらいやん、まだ、ね、じゃあそれではって言うなじゃあとりあえずそこで一回切っちゃえばよ。はい、ありがとうございます。これちょ待って、切っちゃうってことは続きをまた次回あ、次回読むんすか。リクエストがあれば読みましょういや、そうっすか。そうなんすよ。で、どんな内容だったんですか結局、うん、結局ドリフの爆発後焦げましたとあ、なんかガスがボーンとか言う。そうたまには笑い入れてみようかね。 ありがとうございますドリフ的に、はい、まあでもありがたいですよね、そうやってね。ありがたいです。何時間かけて LINE を売ってるか知らんけど何日でしょ、何日もかかるまあ駅船のことを考えてくれてるっていうのはね、めっちゃだって第何回放送とか、ね、よく聞いてくれてるわ、ありがたいわ。聞き込んでくれてないとヘビーリスナーです。ありがたい。はい、行きます。聞いていただいた中の半分はもうね、あの S さんが聞いていただいたかなと思います。エキセントリック中川エキスペでございます。でございます。でございます。はい、どうぞ。スポーツで人生をより豊かにをキーワードに、毎月さまざまな情報を切り取り発信していきます。キトゥピー帰っちゃったね。キトゥピーに聞いてほしかったのにね。あさあラジオの前の皆さんも一緒にせーのラースポーツ。エコー聞きましたね。ありがとうございます。今日は S さんコーナーで押さなかったんでちゃんと時間通り喋れますよね。ていうかね、今日あ、カーリングどうなりました？いや、わかんないキトピー蹴っちゃったからよ、わかんない、うん、電話してみようかな、キトピーに。そうねキトピー帰っちゃったんでね。オリンピックがもう今日ね、カーリング決勝今やってますけども、ずいぶん後の話になるね、これ3月3日やからね。そう、もう半月前ですよ。
まあでも無事に終わって閉会式もっていうところにまで来てますけども、うん、どうでしたか丸さん、オリンピックは。まあ総括で言うと美人は得だなって美人は得だ、その話したかったよね。そうオリンピックの話やっぱりさ、なんか小綺麗な人、うんうん、まあ、得だなってやっぱり思いましたね。まあ画面映りいいし、そう抜かれますもんね。そこそうなんよ。カーリングだって藤沢さつきちゃんばっかり映るでしょ、うん、あとあのちなみちゃんとかね、吉田ちなみちゃんとね、あとあの辺映っちゃって、なおかつ残り2人が全然いやその他残り2つやけど、あの2人も可愛いと思いますよ、うん、可愛いですよね、うん、であとはほらフィギュアだってさ、あの失格になったワリエワさん、ワリエワさんね、あの辺とかもすごいなって思っちゃってるし、ね、いろいろなんかあと パシュートだって高木美穂さん、奈々さんもあったじゃん、ね、うん、お姉ちゃんの方もね、うん、ちょっとかわいそうなあのあれでね転んじゃったけど、うん、いろいろありましたよ。そうあったんですわ、うん、でもそんな女の人しか覚えてないっていう、ね、覚えてないでもあの自国開催じゃないじゃないですか、北京オリンピックなん で日本でやってないのに、うん、日本はこの過去最のメダルだったんですよ。あ今までのこう過去歴史を振り返ってみても、札幌長野オリンピックとかね、こんなにあの、うん、メダル取ったのは初めてだったらしいです、ね、だから今言ったんですよ、長野オリンピックで自国開催でしょ、その時よりもメダル取ってるんだ、取ってる、だから盛り上がったっていう総括になるんじゃないかなと。なるかな、うん、で今日はね、そのオリンピックを振り返ろうってことで、おいえい、クイズ形式にしようかなと。およかぜ、うん、ここにね、みょうさん、まるさん、あつみんって書いてるから、俺がね、誰が何問正解したかチェックするからね、ちょっとあの優勝決めてください。見てない場合、見てないもんだからね、キツピリにいてほしかった。で、いや、あの問題は作ってないです、私が今から即興で作ります。はいはい、第1問、はい、じゃじゃん、ででんみょうさん忙しい、ね、だから別のことしよう。ね、何からしようかな。そのメダルがね、あの最多だったって話をしましたけど、その次に多かったのは長野オリンピックの時です。で長野オリンピックで誰がメダル取ったかって言ったら、船木がジャンプで飛んで、団体でラージヒルが原田とかね、うん、船木って叫んで、うん、スピードスケートで清水博康も取りました。あ、はいはい、でこれ全然覚えてないかもしれないけど、ショートトラックの 500m で西谷さんっていう方が実は金メダル取ってるんです。あ、忘れちゃった、覚えてない。でもう一人います、そのもう一人金メダル取った女の子は誰でしょう。あ、はいはい、あ、来た来た来た、モーグルの、おお来た、あ、分かった、あ、上野愛子、分かった、上村じゃない、上村愛子、里谷多恵、あ、そっちだ、ビーバー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 、みょうさん1ポイントモーグルまで言ったのに 0.5 ポイントちょうだい。里谷多恵出てこないあれ録音が止まっとった。あらどっからじゃん、どっから切れとるかがわからん、やってる俺らもん、なんか俺のその伊藤ちゃんラブスポの問題出してる途中で切れた、切れとった、切れとった、もうなんかね SD カードがいっぱいになっとったごめんね、 SD カード管理しとらんかった。どの辺か、今丸さん1点取ってる、みょうさんも1点取って、あつみんが 2ポイント、イエーイ、うん、あの意外とだからなんで点取ったのってのは分からん状態かもしれない。まあでもまあ接戦ってことですね、はい、荒川静香で取ったのどこまで行ったか分からなくなって、はい、じゃあね、伊藤みどりの話が出たよね、伊藤みどりもメダル取ったんですよ、何オリンピックの何メダルでしょう。銀メダルじゃなかったでした、メダルの色、メダルの色、銀メダル、お、素晴らしい、何でしたっけ、 0.5 ポイント、何オリンピック？ちょっと待って、どこら辺どこら辺？ヨーロッパ。ヨーロッパ。ヨーロッパやったらイタリア。イタリアじゃない。だって雪降ってそうなとこでしょ？寒いとこ。ドイツってない。どこだ？フランスはもうさっき言ったしな。さっき言ってないかもしれない。言ってないかもしれない。だって国名じゃないもんね、オリンピックって。うん、町みたい。国名じゃない。うん、まあ、あのネタバレするとさっき言ったか言ってないかっていう話になってしまうからね、途中で音が切れちゃったということで、あつみん正解、銀メダルだからね、銀メダル、うん、フランスアルベールビルです、アルベールビル、
でやったんだ。アルベールビルで、ずいぶん昔です。なんか、うん、なんか今の採点方式でやると伊藤みどりさんすごい得点に なるらしいですね。どういうこと、どういうこと。いや今あの頃は減点方式で、うんうん、何回転ジャンプ飛ぼうが成功するか成功しないかで、うん、失敗 すれば減点だし、トリプルアクセル飛ぼうが、うん、もうさ普通に3回転飛ぼうが成功すればなんか同じなんか、うん、で加点方式じゃなかったから、なんか今のあれで加点でするとすごい点数になるみたいな動画をこの間たまたま見ました。へー、うん、そうなんだ、うん、その1個後のオリンピックでのリレーハンメルオリンピックってのがあったんですよ。なんか聞いたことあるでしょ、リレーハンメル1994年でノルディックで荻原健司が金メダル取ったんですね。その時に銅メダルを取ったスピードスケートの選手がいたんですね。男の人です。ちょっと髪の毛ない系のつるっぱげ系の。へえスピードスケートやってないし。もうミョウさんなんかもう1ミリも出てこないみたいな感じ。いやなんかビジュアル的にはなんか浮かんでる感じがでしょ、うん、出てこない。リレアッケじゃない。マイナス5ポイントです。正解堀井学です。あー出てこんばい。出てこん、出てこんか。じゃあちょっと視点を変えて、オリンピックはね2022年とこう4年おきにこうどんどん遡っていくじゃないですか。バンクーバー、トリノ、それのソルトレイクを。でね、リレハンメルは1994年なんですけど、その前アルベールビル1992年で2年前なんですね。ということはアルベールビルの1992年までは夏のオリンピックも冬のオリンピックも同じ92年だったんですよ。でいきなり2年でずらして2年おきにしたんですね、うんうん、2年おきというか4年おき。なんでずらしたか、なんでだ、両方に出る選手がいるから。お、それ 0.3 ポイントていうかね、これ諸説あるからね、何が正解か分かんない。夏と冬と、うん、うん、まあ、一番の正解と言われてるのは冬が先に来るじゃないですか、年度なんで。その年の冬のオリンピックで夏が来るから、うんうん、冬のオリンピックがね、前座みたいになってしまって、もともと人気なかったから、でさあそろそろ夏のオリンピックが盛り上がってくるよって言って、冬があまり注目されてなかったんですね実は。あ、じゃあもう2年おきにした方が、まあ、それこそお金の面でも注目されるからってなって2年おきになったと。うん、じゃあ伊藤ちゃんに問題。はい、私は中学校2年生の時にものすごいこの人綺麗やなと思ったオリンピック選手がいます。丸さんが中2の時ってことは私生まれてないですね。生まれてないことはない。フィギュア外国人選手、コマネチ。残念。体操っすね。どうやら知らんのか、分かんない。俺知らん人じゃない、うん、あ、なんか、うん、なんとか妖精、氷の妖精、何やったっけ、最初の名前なんだったっけ。ティンカーベル。音音チリンチリン。あー近い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 俺聞いても分からんかもしれん。正解は、正解はなんで見てる、なんでカンニングしてる、今見てる。あ、ジャネットリン知ってる。あの Wi-Fi が前に出てる。Wi-Fi が。可愛らしい金髪の。じゃあ、残り時間少なくなってきたんで、まあオリンピックといえば当然夏が注目されますけど、夏も冬も両方メダル取った人、そんなすごい人いるんですよね。今回のオリンピックで。知ってるでしょ。スケボーの平野歩夢くん、うん、ともう一人いますけど、それは誰でしょう。日本人、日本人、スポーツ大臣。今回ので、正解、橋本聖子です。お、なんでそう自信なかった。何の種目、自転車です、ね、自転車、自転車、うん、ピンとこない。スピードスケートですね。
じゃあ最後に全然関係なくなっちゃうけど、オリンピックといえば夏で、私が子供の時初めてオリンピック見て興味を持ち始めた小学生の時に、うわー金メダル取ってるって言った人は、ね、カール・ルイスなんですね。カール・ルイスがもうオリンピックの象徴だった、うん、そのカール・ルイスは数々のメダルを取ってますけど、 金メダル何個も取ってる、あ何個もっていうのがポイントです、何個も取ってるんですよ、うん、金メダル取ったカール・ルイスのオリンピックは何オリンピックでしょう。ロスロスロス、ロスは知ってます、何個も取る、次も取ってる、それいいですね。じゃあロスの次は何でしょう。アトランタ、韓国韓国か、ソウル、ソウルも取ってて、その次のバルセロナも実は金メダル取ってる、その次のアトランタも金メダル取ってるんです。すごくない、すごい、陸上でってのがまたすごい。まあ最後走り幅跳び、カール君は違うけど、ね、カール君はね、それイデラッキュに繋がってくる。イデラッキュで誰が優勝したか何ポイントか分かんなくなっちゃったね。あ、厚みかな。また次週お会いしましょう。